今月は環境月間ということで、完成したばかりのバイオマスガス化発電設備の前に来ております。阿蘇市が平成17年度から取り組んできましたバイオマスエネルギー地域システム化実験事業がいよいよ本格的にスタートいたしました。さて、皆様もご承知の通り、地球環境問題が連日のように取り上げられ、急速な温暖化による生態系や人類の活動への悪影響が懸念されています。このため京都議定書では平成24年までに温室効果ガス排出量を平成2年と比較し 6% 削減することとしていますが、平成17年時点で排出量はなんと逆に 8% 増加しています。このような中、バイオマス資源のエネルギー利用はカーボンニュートラルという二酸化炭素の増減に影響しない特性から、地球温暖化防止への効果に強く期待されております。さまざまな地域資源の利活用が進められています。阿蘇市でも広大な草原に広がる豊富な草に着目し、全国に先駆けて未利用となった草原の草をエネルギーとして利活用するシステム化実験事業に、独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構からの委託を受け取り組んでいます。事業ではバイオマス資源の利活用と草原に関わる文化生活習慣生態的機能等の保全を両立させながら、環境にも配慮した事業性の高いバイオマスエネルギーシステムを構築することを目的として、平成21年まで専門知識を持つ事業者の方々の協力を得ながら、収集運搬システム、エネルギー転換利用システム、エネルギー最終利用システムの研究開発を進めます。収集運搬システムでは、未利用の草資源を低コストで安定的継続的に収集するシステムを構築していきます。昨年度はトラクターをはじめとする採掘に必要な機械を22種類購入し、本事業のために若手畜産農家で組織されたオペレーター集団が約60ヘクタールを採掘しまして、220キログラムのロールを1000個確保しました。エネルギー転換利用システムでは、エネルギーの供給とランニングコストの削減に向けた効率的な運転方法を検討します。今回竣工しましたバイオマスガス化発電設備は、1日に6トンの総本系バイオマスの処理が可能で、電気を180キロワット、温水を2万4000メガジュール発生させる能力があります。設備内で消費する量がありますが、アゼリアの電力使用量の約4割、重油使用量の約7割の削減を予測しています。エネルギー最終利用システムでは、供給されるエネルギーを有効に利用するために、アゼリアの電力や熱の需要を解析し、効率的なエネルギーの需要調整方法等を検討します。豊富に存在する草原の草は再生可能な資源であり、また本州を代表する大切な観光資源です。草原の草を
バイオマスとして利活用していくことは、経済の活性化、地域の活性化、そして農林畜産業の再生の鍵となるものと考えており、自然と共存する環境都市の創出を目指すためにも、ぜひとも実験を成功させたいと考えております。